下向き黒三角セミファイナル第8試合 56.0kg 契約オープンフィンガーグローブマッチエキスパートクラスルール3分 3R 無制限延長 R0 山田虎谷太志シーザージム SB 日本スーパーバンタム級王者 TKO1R1 分48秒レフェリーストップかける森岡勇気北流会機密ジムスックワンキントンスーパーバンタム級王者 山田ツインズの弟、虎谷太は2019年8月にデビューすると、心素直、佐藤嫉妬、アリーナ・ギサウミラを破り連戦連勝。2023年2月には上山聖輝を KO で破り、無敗のまま王座に就いた。2023年は6月にタンワレック・ルック・サウンを 1RKO で仕留めると、9月はパク・ヒョンウも KO。 11月にはテーパー・クッドに判定勝ちと13戦13勝と無敗街道を爆心していたが2024年3月のライズで大森龍之介のバックハンドブローに失神系を負け初黒星をつけられた盛岡はノックアウトを主戦場とし2022年11月に1戦センチャイジムと第2大ノックアウトレッドスーパーバンタム級王座決定トーナメントの決勝戦を争ったが 判定2対0で敗れてタイトルを逃しリベンジ失敗2023年はスック・ワンキントーンにてスーパーバンタム級トーナメントを全試合 KO で制し自身初のベルトを獲得8月には K1 グループとの対抗戦で内田明を初回 KO に仕留めて殺傷能力の高さを証明したが9月に古木聖也に初回 KO 負けを喫した2024年5月の ワンフライデーファイツ62に初参戦すると、ペーマン・ゾルファ狩りにダウンを奪われる劣勢もノーモーションの右ストレートで逆転 KO 勝ちを飾ったばかり。戦績は16勝、9KO、9敗1分け。1R、ローの蹴り合いからスタート、山田は左右の前蹴りと左ミドルも蹴って距離を取る。ロー、ミドルでけん制する山田になかなか入れない森岡。 ワンツーで強引に入っていくと山田が右フックのカウンター山田が左右フックの連打で前へ出るとそれをかわそうとした森岡はロープの間から状態が出てしまうすぐに近づいて打ち合いに行く山田は左右フックを振り回し森岡の右フックをかわしての右フックでダウンを奪う右クロスを打った山田はそのまま右ストレートこの一撃で森岡は豪快に倒れレフェリーがストップ 山田の鮮やかな TKO 勝ちとなった。